先日アベマ TV で放送された乃木坂脱出ゲーム46の謎と7つの部屋、メンバーごとに7色の部屋に分かれ謎解きに挑戦。見事全問正解を果たし、バースデーライブへ向けグループの絆も深まりました。そんな中、本番を直前に控えたメンバーにウォーミングアップ問題を出題。さらにクイズに強いメンバーたちが本番の裏側で謎解きにチャレンジ。さらにさらに、本編には入りきらなかった未公開シーンも大公開。乃木坂脱出ゲームプレゼンツ、裏側ではこんなことやってました、未公開大放出スペシャル。まず最初は4期生 A チームより、セイミヤさんと筒井さんのチャレンジ。ウォーミングアップスタート。問題がこちらです。はい。この職業は何？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9。 9がでかい。もう本当にわからない。待って、いやでも絶対これも関係あるよ。数字、数九、数九、ビッグ、ビッグ、ビッグ、ナイン、ナイン、ナンバー、ナンバー、ナインでかいんだ。ナインでかい。ナイン、ナインビッグ、ビッグナイン、ビッグナイン、ビッグナイン、ナインそれ。先生。あと何、代表的な日本の食材、パン屋さん、お花屋さん、お相撲さん。なんでそんな気がする。なんだろう、食業いっぱいあったね、思ったより。救急車しか出てこない、私。苦戦しているようなので、ここでヒント。救の言い方をにしてみましょう。数字く、ナンバーく。おーおーおーおお。なんかそこら辺じゃない？ナンバーく。わかんない。スペイン語とかわからない、私。スービック。数字。本当に私たち向いてないよ多分。え？大きいを違う言い方。大きい。ビッグ。でかい。でかい。お。なんだろう、巨大工なんでですか大工さんなんであ、大、あ、大工。あじゃここそんな関係ないってことですか？大工、大工でも9だけでよかったですじゃん。学が必要だ。大工ね。大工さん、大工さんでした。先が思いやらないね。ね、心配だね。うんうん、続いてのチャレンジャーはこちらも4期生 A チーム、架橋さん、佐藤理香さん、北川さん。問題はこちらです。兄弟で歌うとお兄さんが損。え？お兄さんが損する。兄弟で歌うとお兄さんが損する。え？なになに、分かる？お兄さん。兄弟。お兄さん。弟。あ、分かった。え？え？早い。ね、待って、分かんない。分かった。すっきりする、めっちゃ。ヒントもらえた。そのまま。そのまま。なんだろうな。みんなが知ってる歌？あ、でも違う、言わないで。だから絶対歌じゃないっていう可能性があるじゃん。曲名だ。曲名じゃない。曲名じゃない。ジャンルかな。ジャンル、ジャンル。何？もうだいぶ言ったよ。童謡とか、ジャズとか。もうこれ以上は言えない。弟が得するってこと？うん。お兄ちゃんが損する。兄貴？もう分かっちゃうよ。兄貴？ああ、分かんない。待って、置いてかないで。兄貴？うん、うん、ああ、分かった。
兄貴って言ってくれたら分かった。いっせーのーで、アニソン。やっほー、いや、最初は全然分かんなかったんですけど、こう徐々にヒントとかをもらっていくにつれて、なんか分かって楽しかった、すっきりしましたね。ね、本当に同じタイミングで分かったもんね。分かった、やば。謎解きゲーム大好きなので、みんなの役に立てるように頑張りたいと思います。はい、4期生 A チーム、最後は遠藤さん、早川さん、ゆみきさんの挑戦。じゃあこれ、ありがとうございます。はい、ございます。え、何、これか、何、勝ち負け、勝ち、に、え、何これ2と5を戦ったら5が負け。え、 VS になんかヒントがある。 VS って何、え、え、なになに、ちょっと若者に託すよ。若者、若者に託すよ。え、なになに、2対5、2対5で、5が無理。え、ヒントを、ヒントください。ヒントは、皆さんがいつもやっている勝負を思い浮かべてみましょう。分かった。あ、分かった。みんなができるの？うん、あれだよ、 あの、よくやるじゃん、あの、よっしゃーみたいな。ちょっと待って、ちょっと待って、え、わかんない。なんか来そう。あの、 お菓子の取り合いとかの時によくやるやつ。ねえねえ、わかった、来た、わかった。ってことは、わかった、はい、わかった、はい、来た。せーの、2を。ちょっと待って。そして本編では入りきらなかった未公開シーンがこちら。お前たちへのミッションはこれだ。エンホーリー連想クイズ。おー、ゆりちゃんとねえ、ゆりちゃん有利だよ。これからお前たちには英語でのみヒントを出すことができる連想クイズに挑戦してもらう。おお。回答者、ヒントはローテーションで入れ替わりながら行う。答えが全く出なかった場合はお題パスもありだ。はい、そのものの名前を英語で伝えるのは禁止だ。あ、英語オンリー連想クイズスタート。あ、そういうことか。だから、え、これクロック、クロック、何、ウェイクアップ、モーニング、モーニング、アラーム。あ、もうなんか発音良すぎて。モーニング、アラーム、ウェイクアップ。わかった、はい、ほいとか言っちゃった。目覚まし時計。あ、すごい、いいよいいよ、ちょっといいよ。これ一人しかヒント出せない。急いで、時間がないぞ。大丈夫、何でも言って。ビッビッマン。おー、プッシュプッシュ。ジャパニーズポピュラー、じゃが、カルチャー、ジャパニーズカルチャー、スポーツ、ジャパニーズカルチャー、ファイト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 、はいはいはい、ダメだぞ。すいません、はい、あー、あ、違う、柔道、柔道、大丈夫、like this、like 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 this、もう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 、like this、あ、空手、あー、リーブ、リーブ、リーブ、ビッグビッグビッグマン、ビッグマン、ビッグだから、あ、お相撲さん。おお、ごめんごめん、ごめん、急げ急げ急げ、ごめんなさい、いけるよ。あ、そのか、あと3問だ。ブラウン、ブラウン、ブラウン、はいはい、スモールビーン、スモールビーン、おお、はい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 、イン、
パック、おー納豆、すごい優秀優秀優秀、いけるいけるいけるよ、あと2問だぞ、あ、いけるよ、ちょっと待って、ソングソング歌、ソング歌、ボックス、おボックス、カラオケ、おラスト1問だ、気合を入れて頑張れ、そっかそっか、まずこうジャパニーズコメディアンで、そっからあのどう絞っていくか、あ、日本語喋っちゃいけなくて、あのあれだよ、あのセリフ、あのセリフ、え、それでも英語にできる、そっか、英語にしてみてよ、そうするな、ブロンド、ショート、ヘア、マン、コメディアン、ジャパニーズコメディアン、アメリカ、アメリカガールとか、何女の子になっちゃった、ガールが、あ、ガールは、あ、ガールあピンク、ガールか、ゆりちゃんパスでもいいんだよ、パスでもいいんだよ、あ、ちょっとベリーファースト、スケアリー、アミューズメントパーク、ファースト、ウィンド、ウィンド、ヘアで、アップダウン、アップダウン、ターン、ターン、フリップ、フリップ、ちょっと待って、全然入ってこない、あ、そっか、ゆっくり言うね、でも、最初のコメディアンが抜けなくて、それがちょっと分かった気がするんだけど、え、コメディアン分かったならそっちでもいいぞ、いいですか、はい、だってガールって言った、優しいの、優しいの、ガールって言った、アンガールズさん、あこれ今から1からもう一回ね、2 people 1 car と、very fast scary scary だけどファンファン、そうそうそうあのジェットコースター、あーよくやった、よしえらい、エンナーも北川もよく頑張ったな、やばいやばい、ごめんなさい、センリアもありがとう、優しい優しい優しい、苦戦しつつも何とか英語連想クイズを乗り切った4期生 A チームでした。すごい。続いてウォーミングアップ問題に挑むのは、オレンジの部屋3期生 A チームより大園さん、梅澤さん、佐藤楓さん、はい、じゃん、え、でも単純に分かった、え、あ、あ、分かった、分かった、いや、分かってない、そのまんまじゃない、え、絶対違うよね、せーの、2、え、なんで、え、なんで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 2、4、3、2、そんなことある、え、だって単純だよって言うから、画数で6だ、6だ、え、絶対わかるよ、そのままよ、うん、あ、え、わかんない、え、ちなみに高いって字があったら3だよね、あ、3だね、え、全くわかんないわ、え、なんで6なのかわかんない、4年間でしょ、中学3年生まで、あ、そう、わかんないよ、こんなの、わかんなかった、そういうことか、なるほど、なるほど、ウォーミングアップなのにやばいね、どうしよう、続いても3期生 A チーム、岩本さん、山下さん、吉田さんのチャレンジ、はい、じゃじゃん、ご飯を食べるとき抱っこしているものは、ご飯を食べるとき抱っこしているもの、ご飯を食べるとき抱っこしているもの、え、どういうこと、繰り返しちゃう、本当に現実的な、いや、現実的な思考じゃないよ絶対、これいただきます、いただきます、え、そういう話なの、わかんない、そういう話じゃなくない、抱っこしてるの、え、全然わかんない、ご飯を食べるとき抱っこしているの、あ、わかっちゃった、え、え、え、わかった、すごっ、どういう系、え、さっき
や、そういう感じ。わかんない。あの、ちゃんと、はい、ご飯どうぞ、用意しました、はい、ありがとう、いただきます。え、これなんでわかんないのよ。抱っこを別の言い方で考えて。ハグ、抱く、抱きしめる、そういう感じで考えたら抱っこ。他はおんぶ。違う。抱っこの別の言い方。ぎゅー。違う。ホールド。なんでよ、難しくしてる。この感じで言い回しまたあるじゃん。手を包む。この感じで別の、ほうほう、送り紙つけてみて。抱っこ、え、これ包む、何ね。いやだ、絶対わかるよ。抱く、抱く、うん、そう、抱くっこ。こから離れて何を抱くか。ご飯食べてるときに、食べるときかな。ご飯食べるとき、パンダでしょ。すごい気持ちよ。気持ちよ。気持ちよいよ、これは。どういうこと。確かに。でも一番最初だね。そう、一番最初に。そうなの。物を。言葉に走ってみて。うん、じゃあ、はい、ご飯食べます。はい、どうぞ。いただきます。で、ほらじゃん。空気。なんだよ。空気。いただく。いた。正解ですか。正解。何が正解なの。いただよ。いたを抱くの。いただくだから、何を抱くかって話だから。なるほどね。すごおもろ。本編では謎解き以上に難問の無茶ぶりに耐え、なんとかクリアした3期生 A チームでした。続いて黄色の部屋の2期生チーム、堀さん、鈴木さんのチャレンジ。ハテナに入る文字は何。北本4 北本4北本4北本え4本来た。いや違う、4本来た。何これ。北本さん四郎とか。なんだろう、いい名前にしよう。北本四郎さん。北東西南北、うん、違う、日本いや違う、違うんだ。日本、うん、に、にほ、ん？北海道？え？日本と北海道は一緒だよ。え？え？四国？四国、うん。え？あ、あ、高さ！9！ え？北海道、本州、四国、90。あ、本当ね。いやでもスッキリするね、当たると、うん、当たるとスッキリする。いいペアじゃない、なんかお互いがヒント出し合ってさ。そうだね、そうだね。いけたね。いいじゃん、うん、いけるいける。本番はどうですか。いける気しかしない、まあ、いける気がありますね。続いても2期生チーム、北野さん、渡辺さん、伊藤純奈さんのチャレンジ。はい、問題こちらです。ああ、私見ていただいて、ずっと見てる、見てしまう団子、ずっと見ていると死んでしまう団子、団子虫。なんで団子シムならわかるけど、団子虫は死なないんじゃない。じゃあやめよっか。団子虫なの、わかんない。団見てると死んじゃうんだよ。だから見てるに注目するか、死んでしまうに注目するんじゃない。でも死ぬんじゃない、やっぱ団子が死ぬんだよ。死、団子、団子虫、団子死ぬ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 、なんて聞こえてきた。団子虫。あ、団子虫かも。あれ違う、違う、えぇ、ー、見てる、わかる、
わかる？簡単だよ。え、マジで？シンプル。ヒント、ヒント。シンプル。団子の種類考えてみ、うん、あ、それちょいいじゃん。みたらし団子。みたらし団子か。めっちゃ歩いてみたらし団子。わこれもう無理じゃん。無理やん、こちら。ミキセイチーム最後は山崎さん、寺田さん、新内さんのチャレンジ。はい、お、なんて書いてある？え、これ、なんだろう。スタ、まいちゃん謎解き得意だもんね。得意じゃないんだけど、さっき2問あったじゃないですか、は秒で解けたんですよ、ね、だから、ね、秒でいけるかなと思ったらうんと思って。え、難易度高くないですかこれ。高いですよね。なんでし、体育、しん、つい、違うか。え、むずっ。体、これ真ん中マイナスかな。点じゃないよね、マイナスだよね。し、いち、だって別にた、立ち筋とか平仮名表から何聞いても。あ、わかったわかった。あ、わかった、うん、うん、カタカナ、うん、わかった。あ、そうだよね。2人はそう分かってる。そうだよね。うん、そう、2人は多分分かってる。分かんない。2人分かってるなら大丈夫です。カタカナに変換する。と？と？つをカタカナに変換して、点1本取ってみて。カタカナの地図。つを。ん？あ、あるんす。あ、なになになに？じゃなくて、惜しい。そう？正解。できました。んか、そうか。そうか。そうの方が近いか。あーね。そうこれ一番難しかった。めっちゃ難しかった。前の2つね、ね、あーってすぐ理解したけど。でもなんか、うん、手がかりをつかめばランゼもいけるって分かったんで、このチームめっちゃ強い気がします。このチームではないんじゃない。このチームじゃないの。多分2期じゃないで。あら、そうそうそう、だから2期生でいいよねっていう。そうそうそう。あれです。でも2期結構集中して1回考えるよね。多分顔マジだったもん私。そうそう。私もマジになっちゃった。頑張ります。頑張ります。本番では乃木坂のクイズ王山崎さんのファインプレーで見事難問をクリア。無事に次のチームへとバトンをつなぎました。続いてはよろしくお願いします。お願いします。緑の部屋の3期生 B チーム、向井さん、与田さん、伊藤リリアさんのチャレンジ。はい。これが表すものは、電話にぬねの、電話に何に表すもの。わかんない、全然わかんない。何ぬねの。なんでなんで。あ、待って、待って。え、何これ。え、でも全然わかんない。わかんない。え、これ時間ありますか、制限時間ない。でも帰れないね。ずっと考えちゃうね。電話が何なんだよ。電話が何なんだよ。あ、何が電話なんだ。どういうこと。なんだろう。え、全然わかんない。ヒントとかないんですか。今すでに答えが出てましたよ。出ました。え、出ました。はずき合ってたじゃん。え、何言った。何も言ってないよね。電話に、電話がなんて言った。な、うん、電話が長電話。長電話。え、おお。あ、分かんない。全然分かんない。な、長電話だから長電話。長電話。すごい。すごい。すごいね。よく考えたねこれ。すごい。よかった。すっきりした。うん。いけなさそうですね。ちょっと不安ですけど。でも楽しいね、なんか考えるので、うんうん、そうだね。そうね、誰かが分かってくれればスッキリ、うん、スッキリするから人任せ。そうだね、人任せ。協力してね、うん、頑張ろう、うん、続いても3期生 B チームから中村さん、久保さん、坂口さんのチャレンジ。じゃーん、だん。この下には四季がある。朝の左には肩がある。ではへその右にあるのは。え。似てた。他の下に。
がある？分かっちゃったかもしれない。でもこれ難しい、パッと出ない。え、もう分かったの？うん、早っ。ごめんなさい。多分こうだろうなっていうのは分かった。え、でも坂の下に屋敷があるは分かったかも。分かったでしょ。なんで？坂の下には敷地がある、うん、坂の下には敷地がある。ほら言った？言った、言ってないけど。そういうこと。分かったよね。この理論教えれば多分これデノちゃん解けるよ。え、そう、これ合ってるよね私たち。うん、さとかの下の文字ってさあしすすしたでしょ。さあしかの次はきでしょ。だからさかの下にはしきがある。なるほど。で、あさの左にはかただからあの左、うん、五十音表の時に、うん、あの隣にはかがあるでしょ。ある。さの隣にはたがあるでしょ。あかな。だからかたがある。では、へそうの右にあるのはハヒフヘ、頑張れ。違う、ハヒフヘじゃない。アカサタナハ。え？いいよ、いいとこ出てよ。ハヒフヘホヘ、へそう。アカサタナハママミムメモえ、わかった。朝の左が次の文字だから前の文字ってことじゃん。右はそれぞれの。へそのあ、右か、右だから前だ。あかさたな、は行だからあかさたたなな、なにむねの、あ、行き過ぎた。あれ、はひふへか、なにむね、よし、ね、その前の行、うん、あかお赤かきくけこうかきかさ、なんでてこするこう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 でしょ。はい、何したっけ。なにむねね、猫猫。やったすごい。え、早くない？いや、多分遅い。あたし、あたしすぐ動かっちゃった。すごい、やった、すごい。いけるんじゃない？3人で力を合わせて解けたので。リーダーシップがすごい。ありがとうございます。この調子で助けられた。本番では司令塔久保さんの活躍で見事クリアとなりました。続いては、お願いします、お願いします。ピンクの部屋4期生 B チーム、松尾さんと田村さんのチャレンジ。いつも負けてばかりいる職業の人は、職業の人、職業、職業、負けてばかりいる職業の人、職業の人、職業、職業、職業。あ、はい。え、嘘、嘘でしょ、嘘でしょ。え、多分間違えてるよ。え、いいよ。総理大臣。どうして？総理。お、え、あー、謝ってるから違うのか。負けてばかり、負けてるだもんね。負けるって何？負ける英語。負けるを別に。敗北。ああ。敗北。はい。敗北からの職業？なんだなんだ。敗北。はい。負ける。敗北？なんだろう。負ける。え？全然出てこない。え、全然わかんない。どうしようどうしようどうしよう。負ける人を別の言い方にすればすぐに分かるはず。簡単な謎謎です。負ける人、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 負けちゃう、いつも負けちゃう人。これ一生もない。全然一生もないよ。どうしよう。負ける人、敗北者。続いても4期生 B チーム、黒美さん、柴田さん、柿さんのチャレンジ。じゃん。え？え、ど、あ、これか。え、どういうこと？わかんない。早い早い早い。え、わかんない。え、わかる？わかるでしょ。何か？わかる。8ですか？
違うか、これ2で2かなと思って、これは3が2個で6で、これは4、1、2、3、4だから8かなって思ったの。18とか勘です。24、え、合ってるか分かんないんですけど、2かけて3かけて4。ヒントは左側の数字を別の書き方に変えてみましょう。別の書き方、4、3。もうなんでですか。漢字直したら画数が3 センスで4個。なるほど、え、すごい。え、確かに。なあ、うわあ、いや、難しいですね。頭硬いかもね。増えると思うもんね。そしたらここなんか、ね、増えるかと思う。うわあ、やだやだ。やだやだ。楽しい。四期生 B チーム最後は神奈川さん、八久保さん、林さんのチャレンジ。こちらです。はい、じゃあ行きます。じゃん。あ、イコール井上さん、くイコールなんとかさん。ヒントが少なすぎません？あ、い、あ、井上さん、井上さん、く、全然わかんない。わかる？あ、え、だってく、け、く、あ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 、井上さん、あい、あゆう、あゆうじゃない。わかんないの。あ、あが、わかった、わかった。あが、いの上なんだ。だから、くは、だから、けの上、けの上さん。く、かきく、かの段ってこと。そうやな。木の下、木下さん。あー、できた、できた。ちょっと本番が心配。この2人はなんか割と頑張れそうな感じなんですけど、なんかちょっと待って、なんか1人すごい心配で。違う、ちゃん、でまあ、たまにね、たまに本当に降りてくる時があるんだよ。その時は当たるんですよ。だからそれが来てくれれば、まあスムーズにいけるんですけど、田村舞ちゃんがいるから。あ、自分より下がいるからみたいな。大丈夫な気がしますね。本番では謎解きもミッションも順調にクリアしていった4期生 B チーム。そして本編では入りきらなかった未公開シーンがこちら。お前たちに挑戦してもらうミッションはこれだ。15秒で書いたメンバー誰か当てろ。ルールは簡単。15秒で書いたメンバーの似顔絵を見せ、3回正解できればクリアとなる。では行くぞ。最初のお題はこちら。ちょっと待って、わかんない、わかんない。え、待って、かける。頑張れ。15秒か。頑張れ。待って、前髪。頑張れ。あと何秒くらい？9。待って。1。終わっちゃった。あ、でもね、得点。取られてる。絶対大丈夫。頑張れ。カキに見せてくれ。せーの。誰？めっちゃ特徴取られてると思う。頑張れ。やんちゃん。神奈川さやさん。すごい。いや、よくやった。やった。あれ、よかった。お題はこちら。それでは用意スタート。マジか。ちょっと。わかる？並びたくない、本当に。すごい。さあ、林に見せてくれ。わかった、わかった、
ヤクボミオちゃん。正解だ。よくやった。すごい。すごい。ありがとう。これヤミだって分かったから。分かった。すごい上手ね。お題はこちらだ。それでは用意スタート。頑張れ頑張れ。嘘絶対こんな。あでも難しい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 。あ、ごめん待ってすんごいことになっちゃった。大丈夫大丈夫大丈夫、分かる分かる分かる。どうしようどうしよう。特徴的なところ変えていけば大丈夫。ごめん待って本当絶対。さあこれが正解したらクリアとなる。本当ごめんすごい本当ごめん分かんない。でも分かる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 。でもでも目力目力目力。え違うかもどうしよう。え行ってみよう。いい頑張れ。クロミちゃん。よくやった。これで分かるのすごいよ。いやすごい。クロミちゃん。ギリギリだったがこれもクリアだ。仲の良さを発揮しなんとかクリアした4期生 B チームでした。続いてはお願いします。青の部屋一期生チーム、和田さん、星野さん、松村さんのチャレンジ。はい。何を買おうとしているって。あ、分かった。え、まさかの私がひらめいたっていう。あ、分かった。分かった。みんな見て持ってるかも。そうだね。みなみちゃんがヒントヒントヒント。でもこの動物をカメのカーとかでしょ。ね、楽あ賢いからだ多分。あそうだね。逆にすごいね。こっちはマーヤの脳、マーヤの脳内をあげたい。何を買おう。みなみの脳になってる。マーヤの脳になってる。そこまで考えちゃうのね。頑張って。え、買おうとしてる。え、どういうこと。買おうとしてるんだって。買おうとしてる。何を何をっていうのも重要だよとか言って。何を買うってこと。え、この感じってことはそっちじゃない。え、どういうこと。ヒントヒント、もうヒント。え、この動物読み上げてみて。カメ、ラクダ、サイ。カメください。カメください。カメいらない。カメはいらないよ。え、なんで頼らないとか。カメはいらない。面白すぎる。カメ、ラクダ、サイ。お、カメだ、ください。でも見てすぐ分かりました。めっちゃ良かったね。すごい。みなみみたいにこう複雑な脳してなかったんで単純に分かりました。すごいよ。ひねりすぎちゃったなと思った。ひねりすぎてたね。だから次はいけます。お余裕でしたね。ちょろいです。舐められたもんだなって。続いてはどうもベテランの風格漂う高山さん、樋口さんのチャレンジ。じゃーん。お、重たい意外とこのフリップ。関係ない。めくると高らか。はてなに入るひらがなは大きあ、あだってずらそう。ずすっごい早いんですよ。いや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 、そんなことないです。あ、あ大きあ、あ大きい、なんだろうね、これは。あ、え、何の法則だろう。何の法則だろう。あ、わかった。え、すごい。ちょっとまだ言わずに。はい。え、すごい。いや、いや、どうしたらいいの。待って待って、今ね、ローマ字にしていたの、頭の中で。それは違う。あ、ちょっと違う。でも、いいよ、そういう感じ、そういう感じ。ちなみに、じゃあヒント足すと、うん、
C ですかね、ここが。え、わかんない。でも聞いたらきっとあーってなると思う。これ頭文字です、全部あるものの。あ、お、き、頑張れ。ここに何か入ります、ここに何か入ります、ここに何か。あ、そういうこと。ここ、うんうんうん。なに？お？うん。でもおはちょっとむず、このきとあだけで一回いいかも。このお入ると、え、頭文字？うん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 。あー、わかった。わかった？うん。き。あ、それ？正解だ。え、え、なるほどね。おととい？昨日？今日、うん、明日、明後日。え、無理だよ。ずーすごいね。いや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 、ちょっと時間か、あ、なんか騎士感、あ、騎士感あったなーと思う。でも最初分かんなかったな。こういう系なんだ、謎解きは。でもすっきり、すごい。そして鳥を飾るのは、よろしくお願いします。一期生チーム、アスカさんと生田さんのペア。問題がこちら、はい、お、同じ意味の日本語と英語を使ってクロスワードを完成させろ。わかんないわかんない。あ、もうわかんないわかんない。わかんない、どういうこと、どういうこと。わかんないよ。同じ意味の日本語と英語、日本語と英語、これ日本語と英語を使ってことか。同じ意味の、同じ意味の、だから日本語と英語の形が一緒のやつここに来るってことでしょ。あー、そうね、一緒になって出て、でなおかつ同じ意味なんだよね。わかんない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 。じゃ同じ意味の日本語。そうだそうだそうだよ、そうだよね。L か I だよね。L か I か。L だ L だ L だ。これ L。L だよ。だってあの大文字じゃないから L だよ。そうか L。L。L と L ですか。え、ですか。これ本当に L。小文字の L。あ、全部大文字っていうこともあるのか。っていうパターンもある。やだやだやだ。怖い怖い怖い。でもほら、そこだけちょっと変えてほしいな。ヒントヒントヒント。L じゃないの。L じゃないの。I なんだ。じゃあ全部大文字なのかな。大文字なんだ。はいはい。えっと、SM ですか。カタカナ。カタカナ。あ、伸ばし棒ってことか。あ、そういうことだ。なんだろう。ペルー、ペルーじゃない。ペルー。ペチ、ペチ、ペチ、ペチコート、ペチコート。めっちゃ怖い。でもそうやってやっていくよね。そういう感じだよね。カヌー、カヌー、カチカチ。え、なんだろう。え、なんだろう。へ、どうして、へ、へ、なんでへにピンときた。え、へじゃん。へ、へ、ひらがなのへと、だから何で、なんでへに。え、そういうことじゃん。あ、そういうことなの。そういうことだよね。あれ？え？なんでなんでなんで？へって入るでしょ？まあひらがなでも、ひらがなもカタカナも、でこっちがカタカナってことでしょ？確かに。そういうことじゃないんだ。え、これもひらがなですか？あ、カタカナ。カタカナ。ほらほら、ってことはこれへだよ、絶対へだよ。へが近い。お、へ近いですよね。へが近いって、なんでかわかんないけど。なんでだろう。なんでかわかんないけど近いって。は。作業でやってみる。は。あ、ああ、ちょっと待って。隠さないで、ちょっと待って。なになに、ちょっと待って、え、ちょっと待って、近い？近い、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 は、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 はじみ、み、あ、ちょっと待って、言わないで。一緒に言った、一緒に言ったよね。言わないで。は、は、じ、み、つ、は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 、ハムハハハだよね、絶対ハなんだよね。だって蜂蜜だもん、絶対。ああ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 蜂蜜だもん。ちょっと待って、蜂蜜、うんうん、で、同じ意味だもん。同じ意味で、最後伸ばすじゃん。プープープー。何言うの。一回やめた方がいい、やめた方がいい。そんなのやめた方がいいよ。ちょ
疲れちゃった。これ多分ね、私もう解けないわ、この先の問題。これはね、今日はもう出番ないよ、うん、私たち、うん、ないね、うん。本番では逆再生曲当てという斬新なミッションで爆笑をさらっていった一期生チームでした。そして最後は各部屋の代表1名ずつが集まった紫の部屋。実はその裏で謎解きが得意なメンバーたちが集まりモニタリングをしていました。続いてのミッションは謎解きだ。おい生田、新内、2人で協力して謎を解け。早そう。解くのボードを使って考えてみろ。丸がどの丸まで行くのだろうな。はい、あ、そういう挙手。分かりました。これはうわって、そういうことか。これさ、あの、この、こういう感じだよね。そうです、ギザギザに行くやつだよね。ヒントを差し上げます。これね、ひらめいてる、みんなも早い、すごいってことだよね。一瞬で答えが分かってしまったクイズ王山崎さん。さらに謎解き大好き高山さんが、でもなんか他のも使えそう。努力とかさ、確かに、シャーとか、なんか乃木坂にね、あ、ね、あ、笑顔もある？笑顔ある。あ、すごい、乃木坂にちなんだ言葉をたくさん並べてくださってる。すごい、すごいね、それに気づけるのすごい。いや誰よりも早く最後の謎の答えに気づいてしまいました。こうかな、こうか。頑張れ。努力、感謝、笑顔、ほら。あ、でいいの？あ、でも4文字だよ、答え。文字、ね、え、答え4文字って言いますか？答えは4文字の単語になります。頑張れ。ブランコ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 だ。え、ブランコ？ブランコ。ブランコ。答えをしてね。せーの。ブランコ。おめでとう、正解です。ありがとうございます。でも今度キーミックスでやりたいですね。ああ、あ、なんか葉月とかどんな感じだった？葉月は意外と解けなかったです。本当。で、解けそうな顔して言わないで。期待をかけて同じ部屋に入ったんですけど、うん、意外と解けなかった。え、なんか謎解きじゃないのやりませんでした？やった、やった、やりましたよね。やった、何やった？なんか私たちのチームはあのリコーダーを連続でドレミファソラシド、うわー、その時にやった。え、そうなんですよ、やるのと、あとモノマネとかさせられる。やった、やった、やった、やりましたよね。やった、モノマネ。レイヘイは替え歌を歌わせられたよ、そこで。私もやりました。さっちゃんの替え歌。私のところはシュークリームが出てきて、一つが普通のシュークリームで一つがからし入りだから、なんか連続で普通のシュークリーム食べれたら正解みたいな。うちらはあのなんかね、ずっと笑ってたんだけど、何やったっけ。逆再生のやつやった？逆再生やってないか、なんかイヤホンから離れ曲が流れてて、それを一人が歌うの、うん、で、それを、逆再生してみましょうって言って、逆再生したやつをもう一人が見て当てるっていうクイズなんだけど、めちゃくちゃ盛り上がる。あれ、全員やってほしい、今度やりたい。歌だけ聞くとすごい不安になるの、なんか気持ち悪い歌を歌う分け方をなんだけど、逆再生すると奇跡的に何個か合ってたりして、すごい、めっちゃ面白かった。難しい、うん、絆深めるかな、いましたけど、変わりました。どうですか？どうだろう、まあそこまで。水着、水着だ、正直だね、楽しかった。
ったです。深まりました。深まりました。もういやね遅い。結構遅い。いつも仲いいんで。そうだね。そうね。もともと仲いいから。そうね。メンバーの絆がより深まった乃木坂脱出ゲームでした。